皆さんこんにちは。いつもチンチララーマルクー日記をご視聴いただきましてありがとうございます。今ラーマルクーンお散歩中ですが、本日は番外編ということで、このラーマルクーンではなくベタちゃんでもなく、私が大事にしている観葉植物なんですが、ちょっと紹介してみたいと思います。はい、あれはランマルちゃんのお家です。で、横にこうずらすと大きな鉢がありますが、ちょっとよいしょ、はい、これがですね、アレカヤシという観葉植物なんですが、最初は50センチぐらい、もう結構ずっと育ててるんですが、最初は50センチぐらいから育て始めまして、で気がついたらもう本当に天井につくぐらいに大きくなってしまいました。でもともと自分がこういうなんていうかヤシの木とかが好きで、本当だったら本物のヤシの木を置きたいところだったんですが、まあそれは無理なので、じゃあなんか似たような植物はないかなと思って調べまして、アレカヤシというもの、多分皆さんもちょくちょくお目にしたことはあると思うんですけど、あんまり何にもしなくて、何にもしなくてというか、まあお水はあげて、あと100均などで売っている栄養剤をたまにあげて、それだけしかしてないんですけど、まあこんなに大きく育ってくれました。でこういう大きなヤシの木をうちに置くというのが夢だったので、すごく大事にしてます。で毎年もういくつも本当に新しい芽がどんどん出てくるので、まあ古い葉っぱはちょっとまあカットしちゃったりするんですが、でもまあこんなに大きく綺麗に育ってくれてすごく嬉しいです。これを見ていらっしゃる方でも、こういう観葉植物好きな方いらっしゃるかもしれないんですが、なかなかね観葉植物って難しいのもあると思うんですけど、この子はですね本当にもう水をもう土が乾いたら水をあげて、あと栄養剤をあげる、そんな感じでこんだけ大きく育ってくれました。で栄養剤とは言ってもこのちょっと分かんないですね、100均で売ってる緑のこれですね、これをたまに
あげるだけです。あ、見えない、あ、買ったか。で、これだけ大きく育ってくれました。で、これからも、まあどのぐらい大きくなるのかちょっとわからないんですけど、まあ大きくなってほしいですね。それが大きいヤシの木をうちに飾るというのがちょっと夢だったので嬉しいです。で、向こう側に、まあ、ちょっと見えてる観葉植物が、まあ、あれはサンセベリアなんですけど、あの子も、まあ、普通に、あの、まあ、5月から10月まで水をあげて、あとはもう全く水は与えないという状態で、あれだけ大きくなってくれました。まあ、観葉植物はね、やっぱりいろいろもいろいろやったんですけど難しいですね。難しいのもあります。でもこの子たちはもう本当にもう丈夫に大きく育ってくれたので本当に嬉しいです。で、あとうちのベタちゃんズと、あれ、ちょっと今蘭丸が消えたんですが、あとあのゼニガメさんがちょっと元気がなかったんですが、お家を引っ越しまして、お家を引っ越したっていうか、あのゼニガメさんがお家を引っ越しさせて、ちょっと屋外で今置いてるんですが、ちょっと元気になってきました。で、もっともっと元気になったらまた紹介させていただきたいと思います。ということで、なんかそう、向こうの方からカリカリ音がしてるんですが、ちょっとまた捕獲していきたいと思いますので、どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いします。では皆さん、さようなら。